旅して飲んで飲んで旅してポコ旅ライフ。プノンペンはグルメ都市だった。プノンペン市内で多国籍料理や文化を楽しむ、韓国料理にヨーロッパ料理、さらに外国人集まるバサックストリートにカジノまで。プノンペンってカンボジアじゃなかったの？とある夜、外から音がすると思ってベランダ見たら花火。この日は大切な日みたいだ。ベランダからはちょっと見づらかったから廊下の窓に移動。今日はカンボジアがフランスから独立した日。毎年11月9日はお祝いの花火を打ち上げるんだって。花火はどこでいつ見ても綺麗だな。隣に住んでいる方がなんと部屋に入れてくださって、絶好の場所で今撮影できてます。隣人さんの心も花火も綺麗。晩ご飯食べに行こうとトゥクトゥク乗ったらめちゃくちゃ公園が綺麗。独立記念日の関係でいつもより公園が綺麗にライトアップされてると思います。たまに走ったりするワットボトム公園、派手に装飾されてるね。しましまカラフルなのは仏教の旗、カンボジア国旗も掲げられてるみたいだ。ノロドムシアヌー構造もライトアップされて見応えがあるね。見事な外交手腕でフランスから独立を勝ち取ったんだって。高さ37メートル、ハスの形をした独立記念碑もライトアップ中。形はアンコールワット遺跡の一部を模してるんだって。今日は韓国料理屋さん JAL に行こうと思います。めちゃくちゃ清潔感あるし、店内はとっても綺麗です。店員さんもとても優しいです。お客さんも多いみたい。日本語メニューもスキャンしたら使えそうです。 Wi-Fi が使えるっぽい。Wi-Fi 速度は 2.7、 でもビールの速度は速かった。カンボジアビール、乾杯。これがなければ始まらない。ビールはガム飲みメロンソーダが基本みたいだ。冷たくてグラスも綺麗で美味しい。ここめちゃくちゃ可愛くお花が置かれたウェットタオルいただきました。お通しが来ました。ちょっと辛そうなニンニク。ニンニク何かパウダーかかってる。うん、思ったより辛くないですね。ニンニク食べて元気出す。韓国料理あるある、めちゃくちゃ付け合わせが来るやつ。さあどれから食べよう。まずはキムチ。浅めです。うん、でも辛いですね。次はこれなんだろう。アルプンテだ。うん、貝だ。コリコリしててしっかり魚介です。次はこれ肉と大根かな。優しい味付け、煮物みたいな。肉と大根、豚肉ですね。次はこれ多分人参とキノコ。味付けほとんどない。逆に味付けないのがうまい。次はこれカブだ。ちょっと漬物みたいで美味しい。次はこれめちゃくちゃ柔らかいね。口に入れた瞬間溶けました。もっと歯ごたえあるかと思ったのに。なんだろう、味付けほぼないです。なんだこれチヂミっぽいけど多分チヂミじゃない。肉が入ってる。うん、ニラは入ってないですね。思ったより肉肉しくて油が効いててうまいな。がっつり食べていく。ビビンバが来ました。上の卵とコチュジャン混ぜていただこうと思います。ビビンバ混ぜました。意外と量多かった。いただきます。そんな辛くないな。卵はよく甘みが出てて美味しいと思います。あったかいご飯っていいよね。あ、でもちょっと辛いな。うま。豚肉焼きました。上のタレ、野菜、全部美味しそう。こちらの野菜で挟んでタレつけていただこうと思います。ごま油系のタレですね。こっちのタレはからし味噌でした。トントロにごま油つけてサンチュレ挟んで食べた感じ。美味しい。お次はスンドゥブ。多分貝が入ってるちょっと辛いやつかな。スンドゥブ一応海鮮系で貝も入ってるみたいです。お、思ったよりあっさりでちょっと水っぽいかな。コクは少なめで食べやすい感じ。あとガツンっていう辛さもない。豆腐が多くて食べ応えがある。ライトな魚介スンドゥブみたいだ。
お店に韓国の方も多かったように思う。綺麗な店内で本格的な韓国料理が食べれたみたいだ。パッカ。面白そうな店も結構あります。カンボジアは正直来る前もっと田舎かと思ったんですけど、全然栄えてますね。これ多分1年2年3年あっても多分全部の店は行けないですよ絶対に。パッカ。ドイツ料理テルレストランです。行ってみます。美味しいヨーロッパ料理が食べられる店みたいだ。とりあえず生ください。ラーフウィートエールとウェルカムドリンクが来ました。ウェルカムドリンク、乾杯。ウェルカムされてく。ハイビスカスっぽい感じで美味しいジュースですね。乾杯。ラーフウィートエール、ここオリジナルのクラフトビールらしいです。いただきます。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。酸っぱい、酸味が強いですね。これがザワークラウトの代わりになっちゃいそう。まるでドイツ料理を飲んでるみたい。そしてお通し的な何か。いただきます。お通し、チーズが揚げたって美味しいですね。モッツァレラスティックが来ました。 5.5 ドル。なんか焚き火みたいに組み合わせて置いてくれてます。伸びなかった。そんなに濃厚でもない、とてもあっさりとした、何本でもいけちゃいそうなチーズです。こっちはトマトと玉ねぎのいわゆるナチョスのソース、一方こっちは東南アジアによくある甘いチリソースです。どっちもモッツァレラに合います。画角に収まりきらない、一生分じゃないかっていうソーセージ来ました。今年のソーセージはもう十分なんじゃないかって感じですね。ソーセージ見た感じ、私が分かる感じら3種類ぐらい入ってる。下にはお芋が入ってますね。ソーセージ3種類取ってみました。一番下の白いの、赤いの、そして細いのに、この順番でトライしてみようと思います。ホワイトソーセージなので蒸してるからとっても美味しい。ブラックペッパーが効いてて柔らかくて肉肉しい。うまー。お次は赤いの。赤一番でかいですが、日本のスーパーで売ってるシャウエッセンに近いかな。ラストちょっと細長い黒いやつ、断面は白いです。ハーブが効いててスパイシーな感じ、美味しい。ものすごい量のサワークラウトが来ました。サラサラチになっちゃう。酸味があってあっさり、こってりとしたソーセージの付け合わせにぴったりですね。ソーセージの下にあったお芋ちゃんにトライしてみようと思います。結構塩が効いてますね。ハッシュドポテトって感じですかね。全部食べたけどホワイトソーセージが一番良かったみたいだ。この店のソーセージラバーラージはとっても有名なんだって。他にもシュニッツェルなどヨーロッパ料理が熱い店みたいだ。パッカ。カンボジアあるある、普通に野犬が元気に過ごしています。でも結構ガタイもいいな、筋肉質です。今晩はお酒が集う大人な眠らない街、バサックストリートに遊びに行くみたいだ。どこの店も扉がない。暑いプノンペンの夜は半外の作りで飲むのが決まりみたいだ。楽しそうに飲んでるところが丸見えだから思わず吸い込まれちゃうね。アサックストリートに到着しました。今カンボジアプノンペンで一番勢いがあるかもしれないお酒が飲めるストリート。上にカラフルな伝統代わりをしたお酒の銘柄を書いた箱があります。おしゃれ。傘。初めてのバサックストリートってすげー。うろうろして悩んだけどカサディエゴっていうスパニッシュスタイルのバーに行くみたいだ。2階で飲めるんだって。えほえほ、階段登ってきたら喉乾いてきた。バサックストリート、ちょっと見えないか。ここで一杯決めれるのが幸せです。エモいね。涼しい、気持ちいい。いただきます。乾杯。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。ぷはー。やっぱりカンボジアビールは安くて美味しい。麦の風味が美味しいですね。上に吊るしてあるのを2階からちゃんと見たらお酒の銘柄っすね。みんな平気で自前のバイクの上で休憩中。ってことは飲酒運転して帰るってこと？危ないよ。お酒も進んできて出来上がってます。パッカ。今日も飲んで満足。
と思ったらブルーハウスってのがある。なんでカンボジアこんなにビール醸造所が多いんですか。美味しいクラフトビールいっぱいでいいな。バサックストリートの隣にはプレミアホスピタルって書いてありますね。超飲み屋街の隣にはきちんとした病院が建ってる。みんなアルチューで行くの。誰か偉い人が公園でライトアップされてます。散々飲みすぎたのでこうやって散歩して帰るのが気持ちいい。でっかいコガネムシみたいなのいた。バッカ歩いてたら有名なナーガホテルの真下に来た。1階がカジュラになってるらしいですよ。ナーガホテルの前に来ました。この昔日本人が大金を当てて帰り道に射殺されてしまったという悲しい事件があったということを聞きました。カジュラに行くとは言ったがいいもののポンコツは手を出しません。バッカ。金と綺麗な女性と金とって感じで私には場違いでした。帰る。ナーガホテルの下にはトゥクトゥクがたくさん並んでいます。1個カヤを張ってます。ということは人が寝てるんですかね。トゥクトゥクの中で暮らしてるのかな。酒集うバサックストリートから眠らないカジノ、大人の湯遊びを楽しむには良さそうみたいだ。ただ安全にはお気をつけて。バッカ。とある夜はボン健康1北側へ。ここもおしゃれ気分で飲めるんだって。ゴミ収集してます。なんかノリノリやな。綺麗な衛生が大事ですね。お疲れ様です。そりゃ人が夜通しこんなに飲み食いしてりゃゴミも出る。今日も面白いお店に行くみたいだ。ベルギービールが飲めるデュプレックス、オープンスペースです。ネオンがキラキラ、 DJ がノリノリで演奏してます。ノリノリでお酒が飲めちゃう。メニューが木の板で超おしゃれ。結構分厚いし、メニュー今は売ってないものも多いみたいだけど、ビールの種類すごい多いですね。全部飲んでみたいわ。締めベルギーのビール、アルコール度数 7% 黒ビールらしいです。ちょっとフルーツっぽいらしいけどどうだろう。ベルギーの首都会スクールモン修道院で醸造される締めビールはトラピストビールというみたいだ。カトリック教会首都会原理派であるトラピスト修道院で醸造されるビールのみそう呼ばれてるんだって。そんなベルギーのトラピストビールがプロンペンで飲めるなんて。いただきます。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。まず思ったのが赤ワインみたい。なんだこの味、赤ワインみたい。素人の感想だけどレーズンみたいな、赤ワインみたいな味、ちょっとコーヒーっぽいような。とにかく濃い、うまー。お次は指名トリプルゴールデンカラー 6.5 ドル。乾杯。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。香りはフルーティー、甘みと苦みが程よく感じられる。 IPA みたいなはっきりとした苦みではなくて麦とホップのバランスがいいみたいだ。飲んでたら面白い発見。今日はどっちの顔で出社する？もちろん笑顔だポコ。フレンチフライ来ました。そのまま揚げる機材のまま持ってきてくれてましたね。効率的ポテト。芋は大きめ。もう一本もう一本ってどんどん進んじゃう。塩加減あんまりないかな。ミートボールオープン。めちゃめちゃソースがかかってます。お酒に合いそうですね。いただきます。肉ぎっしり、野菜なし、めちゃめちゃ具材がしっかりしたハンバーグ食べてるかと思った。でもトマトソースだから、あ、ミートボールだって感じ。 DJ がいい感じにエモい空間を提供してくれてます。お酒も食べ物も進んじゃう。あの夢みたいなハヌマンタワー15ドルで飲めるそうです。マジ夢。ハヌマンビール頼んじゃった。ハヌマンって美味しいよね。ハヌマンくん乾杯。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。キレがある。アジアのビールにしては味しっかりめ、薄くもないし日本のビールっぽいかな。
本人が一番楽しそうなのがとっても見てて楽しいです。ハルマンは何杯でも頼んじゃう。 DJ さんお疲れ様です。ハルマン乾杯。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。マジでキレが最高。札幌ビールっぽいよね。インザネームオブラブめっちゃ好きなんですけど、もう締め作業に入ってます。お疲れ様でした。今日は肩こりがひどいので現地のスパ、チャンペイスパに行ってみようと思います。正直どんなもんかはわからない。痛いだけかもしれないし、アジアっぽいラグジュアリーな感じ、楽しみ。思ったよりでかいし、しっかりした感じ。1時間のコースを受けています、楽しみ。こんなところです。楽しみだけど蚊が多いんですよね。大丈夫かな。マッサージは気持ちいいといいけど。用意してあった服に着替えるポコ。マッサージ受けます。マッサージ中。パッカッ。最後はお会計後お茶を出してくれました。至れり尽くせり。弛緩した筋肉にお茶、心も温まるみたいだ。生姜とレモンかなんか入ってんのかな。体を温めてくれるような。マッサージの感想。全身を最初仰向け、次にうつ伏せ、最後に座った状態でほぐしてもらいました。親指や手のひら、時に足の裏や膝を使ってマッサージしてもらいました。担当してくれた女性は細身の方だったんですが、手のひらがとっても大きくてあったかくて、終始力もあって気持ちよかったです。寝そうになっちゃいました。パッカッ。マッサージをしたら胃腸の調子までほぐれたみたいだ。お腹すいた。お腹がすいたからこういう時はピザに限るよね。参る。めちゃくちゃ綺麗な内装です。リザーブドとよく置かれた席が目につきます。人気なのでしょうか。ハヌマンはヒンドゥーでモンキーのゴッドらしいです。インドル、プロモーションで安いですね。来たー、ビンハヌマンくんです。この瞬間のために生きてる。どのカンボジアビールも安くてうまいけど、個人的にはハヌマンが一番好き。乾杯。ビールはガブ飲みメロンソーダが基本みたいだ。うまい。このドライなキレがある感じ、本当美味しいですよね。外でピザを焼いてくれています。大きな立派な釜です。楽しみだ。来たぞ。モッツァレラ、トマト、バジル、オリーブオイルのカプレーゼみたいだ。バケット付きです。カンボジアはブラックペッパーがとっても美味しい。カプレーゼにかけてみる。いただきます。モッツァレラチーズが爽やかで、ブラックペッパーのピリッとした感じとも相性抜群です。マルゲリータ頼んだけどバジルなし。マリアナ来ちゃった。バジルが珍しく置いてない感じですね。このチーズがすでに焼けてとろけてる感じ、トマトソースに包まれて美味しそう。匂いがすでにもう美味しそうです。ピザ熱々いただきます。ピザは一口目が最も幸福度が高い。なんだこの食べやすさ、すごいシンプルな味です。生地もカリカリで、チーズが上品、くどくないピザですね。本当に何枚でも食べれそう。うまー。ディアボラが来ました。正直下のピザの部分、マリアーナと変わらないみたいだ。サラミ乗っけてました感じ。でも食べてみたら味違うのかな。いただきます。ほぼ同じだがうまい。こっちのマルゲリータをベースにサラミを乗せるって感じで合ってるっぽいですね。めちゃくちゃシンプルなチーズに生地だったので、サラミのしょっぱい肉な感じが超合う。まさにシンプルイズベストとはこのこと。上品な味のピザ、ひたすらマリアーナとビールで決まりみたいだ。パッカッ。ありがとう、トゥクトゥク。おやすみなさい。パッカッ。ここ旅ライフ。ついに帰国も間近。それならお気に入りのベッドとフリーバードに最大点みたいだ。お土産ワンピースもオーダーメイドポコ。高評価、チャンネル登録、お願いします。お願いします。